ミリメートル砲は、イタリアのオートメラーラ社が開発した、関西砲システム。高発射速度と軽量化を両立し、優れた性能を有する。従来使用されてきた54口径長モデルに加え、近年、新型の長射定段に対応した、軽量化64口径長モデルも開発された。1960年代より、欧米各国では、砲塔の無人化を図った、 軽量自動砲の開発が盛んになっていた。イタリア海軍もこの数勢に合わせて、1965年10月より、オートメラーラ社と共同で、新型軽量自動砲の開発を開始した。これによって開発されたのが、コンパット砲であり、1969年5月には、最初のプロトタイプが完成し、陸上射撃試験を経て、1971年12月には、 洋上性能試験が行われた。成績は良好であり、1972年にはイタリア海軍で正式化され、同年に竣工した同海軍のアウダーチェ旧駆逐艦に搭載された。その後も改良が進められ、1993年夏にはレーダー反射断面積の低減と軽量化を図った新型砲塔が開発され、アレッゲリカ砲として発表された。また、 これをもとに長方進化するとともに誘導砲弾の運用にも対応した発展型として、ブルカの砲も開発され、2013年春航のカルロ、ベルガミーに急振りゲートに搭載されて装備化された。高波型護衛艦搭載の 127mm 砲、コンパット砲は、先行して同社が開発していた62口径 76mm 単装速射砲のスケールアップモデルにあたる。 露天甲板状の砲頭部と、その直下の即応弾マガジンドラム、さらにその下の株上げ弾ホイスト及び完成室より構成される。弾薬は、玉火薬層から人力で取り出されて2系統の株上げ弾ホイストに吸弾され、即応弾マガジンドラムに装填される。使用する弾薬は、半固定弾薬でマーク42などで使用される。 アメリカ海軍の54口径 127mm 砲とも互換性がある。即応弾マガジンドラムは3つ設置されており、砲塔旋回軸を中心に等間隔で配置され、二22発が装填されている。各ドラムには異なった種類の弾薬を装填可能であり、従って最大で3種類の弾種を即応準備弾として用意することができる。 マガジンドラムに装填された弾薬は、コントロールパネルの操作で必要な魂が選択され、砲塔軸上に設置された、上部溶断ホイストによって、砲塔内に、運断される。砲塔内の弾薬装填装置上で新管が、調整され、砲に装填されることになる。発砲後、薬莢は、砲身下部の排出口より、砲塔外に排出される。砲塔は、 完全防水構造の強化プラスチック製シールドを備えており、マーク45と同様、砲塔内は無人化されている。ただし下もべ溶弾ホイストへの球団は人力であり、各ホイストあたり少なくとも2名の球団種が必要であり、最大発射速度で発砲する場合、8名が配置される。アレッケリト砲では、ドラム弾層を排して、代わりに20発の速横弾を持つ、 自動球団システムと株弾庫からのホイストに系統に改めている。これにより、砲システムの重量はコンパット砲の37.5トンに対して27トンと軽量化されたが、射撃速度は毎分45発から35発に低下した。また、旋回可能範囲も330度から310度に、不要範囲もプラス83度マイナス15度からプラス70度マイナス15度。 不要速度も40度秒から36度秒になっている。なお海上自衛隊の混合型護衛艦の搭載法はコンパット法を基本として後のアレッゲリカ法で採用されることになる電子機器を投入した前進型とされている。ブルカの方では方針を64口径長に延長し、ブルカの誘導砲弾の運用に対応した。球弾機構も変更され、 14発入りのドラム弾倉4個が配置されている。ただしこれにより、荒れっきりと砲よりも、砲塔重量は増大し、30から34トンとなった。ブルカの弾は推進薬と弾丸が一体化したユニタリー弾で、ペイロードは従来の半分に過ぎないが、射程は従来弾の 30km に対し約 100km にまで延伸される。通常砲弾のほか 対水上射撃を主眼とした赤外線誘導弾、沿岸射撃を主眼とした INS-GPS 誘導弾が開発されている。イタリア海軍、インド海軍、ドイツ海軍、オランダ海軍、ナイジェリア海軍、アルゼンチン海軍、カナダ海軍、海上自衛隊大韓民国海軍、空母イ吹混合型護衛艦、長海が、タラマトギニテル英語にアンペア型駆逐艦、ハルビントル a 5 h 3型、 フリゲート、落葉に対し、本砲を用いて攻撃を行い、精密砲撃によって、両艦の兵装のみを破壊する。ジパング架空のイージス護衛艦、雪並型護衛艦の装備として登場し、その3番艦で第二次世界大戦時にタイムスリップした未来に搭載されたものが、急に本軍やアメリカ軍に対して使用される。当時としては考えられない、命中率と発射速度で、 多数の航空機を撃墜し、艦艇にはピンポイント射撃で戦闘能力を奪うことを基本戦術としている。空母、ワスプとの戦闘時、SBD ドーントレス艦上爆撃機による体当たりで破壊されるが、方針は日本軍に使用を伝え再生に成功する。アニメ版では、方針は折れず故障と言及されるのみ。新世紀、 エヴァンゲリオンシリーズ国連軍に参加する、混合型、高波型護衛艦に搭載されているほか、第三新東京市の兵装ビルにも装備されている。長時空、DDH ヘリボ艦南海の決戦第二次、対戦時にタイムスリップした、架空の護衛艦、海なりに搭載され、襲来する旧アメリカ軍機に対して使用される。川の深さは混合型護衛艦、混合に搭載されたものが、 主人公たちがダッシュした R-64 ア,アパッチに対して使用されるが、コンピュータウイルスによって射撃管制装置が使用不能になったため、手動で操作された。上空自衛隊第二次世界大戦時にタイムスリップした高波型護衛艦、サザナミに搭載されたものが、襲来する旧アメリカ軍機を迎撃するために使用される。亡国のイージス架空のイージス護衛艦。 磯風の装備として登場。小説と漫画版では、架空の旗風型護衛艦3番艦という設定のため、大規模なフラム回収が行われたことにより、それまで搭載されていたマーク425インチ砲2門が、それぞれ本法に変更されている。映画版では、磯風役として出演した混合型護衛艦、妙、甲に搭載されたものが登場する。 ルートルーパーズ自衛隊漂流戦機に世界に飛ばされた架空のイージス護衛艦イブキに搭載されており、飛来する竜騎士に対する対空戦闘や対地攻撃に使用される。ウォーゲームレッドドラゴンな当陣営で使用可能な駆逐艦、金合の武装として、オトーブリダコンパクトの名称で登場する。ありがとうございます。